こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。今日もですね、まえちゃんこと前田さんに来ていただきました。こんにちは、前田です。今日、前田さんこれ、今日はどこから中継ですか？今日はフランス・パリの散歩道から朝散歩しながらお届けしております。はい、ツッコミのない、スタートといきたいと思います。では、早速なんですけど、昨日ですね、実は、前田さんとクリナップのショールームに、2人で行きまして、はい、で私も、まあ、定期的にクリナップさん見るんですけれども、このクリナップショールームで昨年、まあ、ステディアが、デュアルトップという形で、こう手元のフラットな対面のところ、ちょっと段差あるカウンター、これが出たことによって、流れるシンクなんかもジャンボになった、その、ステディアなんですけれども、まずは今日お届けするのは、なんといっても、クリナップといえば、ラクエラ。まずは見積もり来たのは、ラクエラ。業者さんが持ってきたのはラクエラなんですっていう内容がいっぱいやってきます。そうなんです、そうなんです。なんといったって工務店、リフォーム会社にとっては一番使いやすい、まあ、ちょっと古いかもしれませんけど、トヨタで言うとカローラ、ビッツ、もう何でも定番のど真ん中、これが、業界の中のラクエラということになるんですが、見たい印象、前田さんはいかがだったですか？いや、やっぱりニトリ時代も、はい。相見積もりになると、ラクエラーっていうことが多くて、実際ラクエラー機能も改めて見て、やっぱり価格に対して、品質はとても良くて、柄も選べて、まあ、1位なのがうなずけるなと思える形でしたね。そうですよね。リフォームってなって、まず一番最初にみんな気になるのが、自分リフォームできるの、予算的に対応、これならできると思わないと前進まないですよね。そういった面で言うと、ラクエラが業界で一番、まあ、その価格対応力とバリエーションも含めてですよ。その、安いにもかかわらず、こういった、まあ、ペニンシャラで、はじめアイランで、はじめコーリアンカンター、はじめ対応力がある。ですから、価格、値段、ニトリなんかもこう、販売した時に圧倒的価格だったんですが、それに追いついてきたという形、なんだったらもう抜いちゃったぐらいなのがラクエラのその、やっぱり価格のバリエーションということになるんではないでしょうか。では、行きましょう。どういった内容がラクエラの特徴なのか。今日はですね、どちらかというと、カタログをじっくり見るというよりも、その本質に迫っていきたいと思います。クリナップ、ラクエラ、評判の口コミは、これ、バイ友の会で、山さんの YouTube、山さんスペース、そうですね、ラクエラなんかで検索していただくと、まあ、過去のビフォーアフターでもラクエラ、どん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 、こう、報告上がっています。なんと言ったって、キッチンの、まあ、本体はステディアにして、カップボードはラクエラにして安くするであったり、ラクエラでキャビネットは木製なんだけど、引き出し底板をステンレスに対応したり、昔の従来のラクエラっていうのは、レールもコロレールで、まあ、滑車のついた安いレールだったんですが、いつの間にかラクエラはフルエクステンションレールが標準で、ダウングレードで滑車レール。前田さん、ラクエラは、昨日行ったクリナップのショールーム、なんでありましたっけ？2台ですか？そうですね、2台ですね。で、2台あって違いだったんですけど、1個はフルエクステンションレール、1個はその、まあ、滑車レール、コロレールっていう形で、引き残しのレール、引き残しのあるレールだったんですが、印象いかがだったですか？ 2 つ並んでましたけど。いや、やっぱりまあ、ニトリ時代もコロレール、滑車のレールのものはよく扱ってたんですけれども、やっぱり標準グレードでフルエクステンションのラクエラを見てしまうと、コロレールとか、あと中が、引き出しの中が木のもので見てしまうと、すごくこう、うん、まあ、ちょっと一昔前のものっていう印象がどうしても出てしまいましたね。はい、そうなんですよね。実際にはですね、今リフォームされる方は30年ぐらい前多いと思うんです。で、30年前だと、まあ、シンクキャビネットも開きだし、引き出しも3段ついてるけど、なんか樹脂レールで、なんかこうプラスチックみたいなレールみたいな方も結構金属なんだけど、引き残しなんかもちろんあるよ、なんですが、実はシステムキッチン当時から車の価格帯ぐらい言われていて、その金属レールではあるんだけれども、金属レールではあるんですけれど、引き出しの、まあ、引き残しがあった。これが、まあ、昔で言うところのシステムキッチン高級って言われてた時代なんです。ただ当時もうドイツはですね、フルエクステンションレールで、こう、引き残しのないレール、それをオールスライドで全ての
キャビネットに対応したのが、このクリーンアップ、クリーンレディというシリーズ、この1個上のシリーズだったんですよね。で、ラクエラはその下だから、スタートした時には滑車レールしかなかったところが、今はですね、それから約20年経って、このラクエラがどん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 進化、今やフルエクステンションレールが標準、そして、まあ、ダウングレード一応ね、賃貸用とか、小さいキッチンとか、だから気をつけないといけないのは、ラクエラに幅があるですよ、っていうことで、幅が、下から上まで2台あるって言ってましたけど、1台は、すごくこう、まあ、賃貸、これ入れないでしょ。なんだったら、これだったら、こっちにしましょうっていう、ちょっといいラクエラ。なんだったら、ステディアにしたくなる、そんな、内容が、展示の内容になってます。見てください、デザイン。これ、ショールームで見るより、カタログで見たものの方が本当っていうか、よくカタログは嘘ってあるんですが、ショールームはわざとリーズナブルに抑え気味、そして実際に現場に入ってる、ラクエラの方が高級感がある。これがまあ、実際に口コミ評価、日本、まあ、ナビ友の会なんですけど、前田さん見た印象、カタログと展示だとどっちかっこいいです？いや、カタログですね、圧倒的に。でしょ？つまりこれどういうことかっていうと、カタログが本物なんです。カタログ嘘ついてないんですけど、ショールームはわざとこれボーンってやっちゃうと、かっこよすぎるから、ステディア売れなくなっちゃうから、やっぱ正直なところ、ね、こう、ラクエラで入り口持ってきて、ステディアで売りたいっていうのが本音という形。だから、でもカタログダサくど、どうしてると、私のキッチン、その気にならないじゃないですか。ということもあり、カタログは、本当です。ポイント5つまとめました。最も売れている定番商品なんですにありますよ。そして安いんです。ニトリと、勝負してきたのって、ラクエラぐらいじゃなかったかなと思うんですけど、マガさんいかがです？いや、ラクエラしか思いつかないですね。そうですよね。だから、今ニトリという形がそこまで取り沙汰されなくなったのは、ラクエラが安くなったんですよ。より一層安く対応できるようになったっていうところがありますね。で、レイヤード対応能力なんかやっぱりすごく広い対応力。この辺はニトリと違いますよね。で、売り方もやっぱり各工務店みんな、販売できるという形になるんですが、ショールームにまずはリーズナブルな、ラクエラ提案する。そして、レールの違い、木製キッチン、天板コーリアン。この辺気になるんじゃないでしょうか。行きましょう。まずはですけど、最も売りたい商品ってあるじゃないですか。それは、ある意味、いろんな意味ですよ。利益が確保できる。まあ、それだけじゃないですよ。やっぱり売りやすい。だって、何回も売れにくい商品提案してても、買ってもらえなければ時間の無駄になる。ということで、お客さんがそこそこ満足してもらいやすい、一番、ほんで、この金額、じゃあやろうかなって言ってもらえるのがラクエラ。さらには、実際に、いろんな、リフォームになった時に対応能力ないと、リフォームの場合っていろんなケースあって、あ、これ対応できない。あ、こっち対応できないってなるんですが、ラクエラは、まあ、全方位的にいろんなものが対応できる。それこそ、この、アイランドまでできる普及品。これ、まず、感覚的に普及価格帯でアイランドまでって言ったらちょっとびっくりしませんか？いやー、ありえないですね。ありえないですよね。はい、で、天板もコーリアンいけるんですよ。デュポンコーリアンいけて。ですので、まあ、デザインから対応能力から価格のバリエーション、この辺の満足度。だからこそ、プロとしては売りやすい、売りたいという商品で、このリフォーム対象、ずっと1位ですかね。もうこの5年ぐらい1位だと思いますけどね。で、第2位が、やっぱりこういったクリーンアップというキッチン専業メーカーといえば、サンウェーブがもともとね、シェアナンバーワンだったんですが、そのサンウェーブが今、リクシルという形で、一つのブランドが、リクシルブランド、こういった形で、シエラがその DNA に引き継いでますよね。そのリクシルのシエラ、これも売りやすい。だから、ラクエラと同じ価格帯ぐらいだと、まず考えられるのがシエラ。そして、まあ、これ知る人ぞ知る、トクラス。なぜかというと、トクラスがいいのは、この BB 安いのもあるんですけれど、山さん的によく聞くのは、やっぱり天板にはこだわりたいんですよ。だって、扉にこだわる。扉って別にそんなに汚れないんですよ。そうなんです。いや、うち扉めくれてきた。それはね、昔の安い賃貸の扉とは言いませんが、縦売りの住宅のやつ、ベロンベロンめくれてます。だから、ああいったことはもうメーカーしないんです。だから、小口もしっかりした ABS 樹脂とかにしてるんですけれども、でも、カウンターはね、やっぱりステンレスじゃなくて人工大理石にしたいの。そうなったら安い、まあ、BMC カウンターがあって、これプラスチックっぽいっていうふうに言われるんですが、トクラスはコーリアン系、コーリアンと同じ MMA、メタクリル樹脂を使った、この透明感のある、とてもこう品質のいいカウンターということで、削ってそのまま使える。なので、天板にこだわりたいんだったら、安く抑えたいんだったら、ラクエラでコーリアンにするか、BB で、
グラーナですか、そのトクラスの天板使うか、どっちかかなという形。あとは、タカラのリフィットっていう手もあります。こちらの方も氷暗記を使っていますので、ラクエラ、こちらナンバーワンであることは間違いないですが、天板にこだわりたいって言った時に、氷暗だと高いので、BB で天板を、同じ、抑えるという形で、ラクエラ、シエラ、BB、このあたりが、プロが売りたいという形ですね。あなたが買いたいとはまた違うかもしれませんが。二つ目、安い対応力、売り方。さっきお話ししましたが、一番最初にファースト見積もり、ショールームへ誘引したいわけじゃないですか。前田さんどうですか？洋服でも何でも、まあニトリでもキッチンでもそうですけど、まずはお客さん掴むものはキッチン、ニトリも限らず、売り場として作っていく。我々小売業出身ですから、そういった内容で言うと、一番最初のエンドと呼ばれる入り口のところって、一番リーズナブルなものを置かないとダメなんですよね、これね。そうですね。やっぱり、そういう形になりますよね。まず、つかみですよね。で、そうなってきたときに、ちょっと違うのが、これ、ショールームと、見積もり違うよねって前田さんとも話してたんですよ。まずは、普通に、業者さんとかね、チラシとかホームページ行くと、一番安いラクエラとかね、シエラがボーンと前で行って、あ、これできそう。え、あなたこれいけるんじゃないの？チラシ見て、おい、キッチンもできるぞ、うちこれぐらいだとやろうじゃないか。というような、まあ、ちょっとこう、話で、工務店、それから、そのリフォーム会社、商談会なんかに行くんですけれども、ショールーム入り口はラクエラですか？普通小売業だとフライパンとか何でも安いものが入り口なんですけれど、いかがだったですか？ショールーム入った時の入り口は。ショールーム入った時の入り口はもう一番ゴージャスで夢が広がるような素敵なキッチンが展開してました。はい、まさにセントロからスタート。セントロという高級でバーン高い、すごい高いっていう風にちょっと驚かしといて、で奥へ行くと捨て、あ、ラクエラ、あ、これなんですよ、つって。で、横に曲がると、ステディオ。つまり、セントロでびっくりして、ラクエラで、あ、大丈夫です、奥さんこれですよ、つったら、いや、私もう少しいいのが、じゃあステディアで、みたいな。ファースト見積もりは、工務店に出す時の数字しか見えない。現物ないじゃないですか。その時は、ラクエラなんです。で、ショールーム呼んできて、ショールームで夢を持たして、ラクエラで現実見させて、ラクエラで、カタログよりちょっと低いやつ見せといて、じゃあステディアに行きましょう。という形。これがまあ、安くて対応力もある。まあもちろん、予算なくてフルリフォームでなった時には、ラクエラ2台しか展示ないけど、いろんなことできるんですよって、だからカタログで説明してるんですよね。いろんなレイアウト。ステディは結構こう、展示も多いですけれども、ラクエラ2台しかないし、そのうち1台はコロレールだし、っていうことは実質ほとんどが1台ぐらいで説明するんで、ラクエラで説明できるっていうよりも、ステディアとかで長さとか、オプションとか説明するような感じかなと思いますね。予算なくても対応できる。これがラクエラの強み。まあ実際に入ってるものは効果がありますからね。で、3つ目。レールの違い。これステディアとのね、住み分けなんですよ。こう、ショールーム行くとね、ラクエラ、ステディア、セントロっていう形で3つ、こういった透明のキャビネットのボックスにもありまして、で、全部フルエクステンションレールが標準になってるんですが、ラクエラのレールはね、後ろのその配管スペース、全部100丸ごと、ストーンとこう、後ろの奥行き空いてるところの短いレールになってるんです。もちろん、フルエクステンションで全部出るんですが、ステディアは上の方のレールは深くなってます。だって、配管のマンションの転がしのための配管スペースなんで、下のところには転がしてるけど、上のところには別にデッドスペースあります。ということで、ぜひ、ショールーム見たら、この、レールの長さの違い、比べてもらって、あとは、まあ、ステディアとセントラだと、なおのこと、レールの滑らかさも違いました。前田さんはいかがだったですかね？この辺の違いというのは、ラクエラとステディアの方の奥行きの違いなんかも含めてですけれども。そうですね。3段引き出しがあって、3段とも、こう、配管用に後ろが空いてるっていうのが結構当たり前、な時もあったんですけど、やっぱりステディア見て、まあ上の2段は奥までレールが長くて、引き出した時も収納量がたっぷりで、とても素敵だなと思いましたね。これ今のトレンドなんですよね。今前田さん言われたように、もう後ろ丸々開けておくっていう流れではなくて、少しでも収納力増やそう。上の上段はね、長いレールにしようということで、この辺もたっぷり収納って、タカラなんかも、その下の普及価格帯のエーデルは後ろ丸々開けて100開けてるんですけれど、ですから100ミリ、まあ10センチですよね。で、その上のトレーシアになるとオプションでたっぷり収納といって、このステディア同様、上のところの奥行きは、レールが引き出しのところたっぷりある。ですから、一番いいのはね、ステディアとかね、この、タカラ行って、トレーシャー見て、たっぷり収納見てもらっても、引き出し全部出しても、け込み収納の一番下のところだけ短いんです。これ前田さん短かったですよね、一番下は。ステディアとさすがに。
もうそれは構造上しょうがないかなと思います、ね。そうですね。短くしとかないと、マンションの後ろの10センチの配管転がしを逃がすためのスペースとして、横の、後ろのところ、ここが変わってくる。ぜひショールームで、そこまで説明ないんで、上ばっかり見てますけど、下、一番下、ステディは短くなってますからね。ポイントです。四つ目、木製キッチン。これはもう言うまでもなく、他のメーカーはみんな木製。まあ、宝は放浪ですけど、そういった面で言うと、この、キッチンっていうキャビネットは、まあ家具、ファニチャーということで、この木製キッチン、これ全然 OK なんですけど、ステディアはステンレスで作っちゃってますよね。で、ステンレスなので、わー、これはいいということなんですけど、やっぱりさすがにお値段勝負のところのラクエラは木製ということで、ステディアとの差別化、これ大きなポイントっていうのは、この木製キッチンということ。あともう一つはシンクね、今日はやりませんが、シンクが流れるシンクって、ステディアの時にまたやりますが、流れるこの排水のところにずっと流れていく。これが、ラクエラは対応していない。この辺の違いはあるかなというふうに思います。最後、天板。冒頭お話しましたが、まあ今やっぱり気になるの皆さん結構天板ですよね。キッチンメーカー自体のこだわりというところでどこで差がつくっていうふうになってくると、やっぱり今セラミックトップ、まあこのリクシルのリシェルであったりですね、クォーツストーン、まあ宝のレビュー、こういった内容がやっぱり人気があります。ただそこまでのその高いものじゃなかったとしても、お手入れ性のいいものっていうとトクラスのそのコーリアン系と呼ばれる MMA 樹脂のメタクリル樹脂、これ、山さんスペース、天板なんかでやると必ず出てくるのがコーリアン系と BMC 系なんですけど、コーリアンはやっぱりこう普通に研磨して削ってもサンドペーパーでやっても全部 OK なんですけど、そのアクリストーンでアクリル系ですよって見えてますけど、それとまた違いますかね。だからリーズナブルな天板と付加価値のあるところ、機能は一緒っていう風にカタログ見たら載ってるんです。違います。機能はコーリアンの方がやはりこうメンテナンス性に優れてる。何かって言ったら、染み込んでも何年経っても削ってでもずっと20年使っても髪の毛1本分ぐらいしか削らないのでっていう風にトクラスも言ってるように、まあ単一素材でずっと来ている。ただ、BMC 系とかね、表面のスキン層が取れちゃうと中のところにこう染み込みやすくなる。だからメラミスペルチとかあまりおすすめできないっていう、おすすめっていうか、まあ使わない方がいいでしょうね。この辺がPMC 系とコリアン系の違いという形で、リーズナブルな天板、高級感のある、この人工大理石だけでも違う。これはもう、クリアップに限らずね、他のメーカーも、やはり同じく、TOTO も同じく BMC。アクリル系って言えばいいんですか？アクリル系じゃダメです。アクリル系に騙されないで、名前が違うという形。BMC 系かコリアン系という形になります。では行きましょう。ラクエラ、こういった形で、今日もお届けさせていただきました。やっぱり、前田さん、一番のポイント、印象としてはいかがだったですか、ラクエラ、ショールーム見た時の。いや、ショールーム、まあ、価格帯と、あと、まあ、バランスもいいなとは思ったんですけど、まあ、でも、ショールーム見た時は、でも、ステディアかなっていうのもあったんですけど、こうやって、ラクエラの、カタログの画像を見ると、もう、ラクエラでも十分だなっていうふうに、正直思いましたね。自分の家にも入れたいなっていう。そうなんです。だから、入り口はね、カタログで、見積もりで、ショールーム行きたくなって、ショールーム行くと、前田さんのように、いや、ステディアでいいから、カタログ見ると、ラクエラでいいじゃんって目が覚ました。この不思議な感じ。LINE 登録で、定期的に、普通じゃ聞けない内容をどんどん発信しております。リホナビ、これ LINE 公式登録するとリホナビという形で、新しくポータルサイトを始めております。LINE 一つ、こちらを使うだけで、リホナビ教室、今見てる山さんの YouTube であったり、ブログ、インスタ、こういった形で参考書だったり、教科書のような学べる、このコンテンツ1300個以上、日々集まる生のリアルな声、こちらの方を皆さんにシェアします。なんて言ったって、インスタ映えの写真見てもなんかね、イメージつかない。そりゃそうでしょう。だって、やっぱり、あなたが使ってる主婦の生の声だからこそ、やっぱり実感があるんですよね。綺麗に、こう、映えた写真って参考になりません。さらには、このライブラリーというところ、LINE 公式の方を入れていただくと出てきますが、このライブラリー使って検索していただくと、今800本ぐらい、日々毎日 YouTube 入れてますが、これが検索できるような形で、商品、施工、ビフォーアフター、メンテナンス、リフォーム基礎。そして、新たに今度今、よくある質問。さっきの天板とかもそうですけど、よくある質問シリーズっていうのをこのカテゴリー入れようとしますんで、ぜひ1月末に、全部800本入れたいと思います。前田さん、作業の方はいかがでしょうか？多少停滞しておりますけれども、頑張って、頑張って入れたいと思います。ということで、私と、マネちゃんで一生懸命やってますが、もうこれ日々、これ800本全部入れるの大変だねというふうにやってますが、こういった、動画をブログ形式に入れてますんで、検索がいろんな形でですね、どん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 広がっていく、そんな内容、ぜひ、ヤマさんとこれでお友達になっていただいて、コメントスタンプくださいね。ということで、お届けさせていただきました。いかがでしょうか？この、今ピコンピコン鳴ってるの何かっていうとね、これ、
LINE で登録して、リフォーダイライブラリ。これ、もうね、今もういっぱい今、なんか、ぷこんぴこんなってるでしょ。朝多分みんな見てくれてる形が今、リミッター切り替えて。まあ、それぐらい入ってるということなんで、どんどん皆さん登録してください。はい、最後に一言お願いいたします。はい、これからリフォナビどんどん大きくなっていきますので、新しいメンバー私も加わりました、まえちゃんです。よろしくお願いします。はい、今後ともリフォナビよろしくお願いします。はい、まえちゃんと次は、クリーンアップステディアでお届けしたいと思います。ぜひチャンネル登録していただければとても嬉しいです。いきます。せーの、必ずできるということで、どこからお届けだったですか？フランス・パリの散歩道です。はい、お疲れ様でした。はい